こんにちは、カズでーす。今回ご紹介させていただきますブランドは、フレッド・ペリーと、ラフシモンズの、コラボレーションアイテムになります。今期の、テーマというか、まあ、コンセプトは、サブカルチャーとエネルギッシュな、ユースパワーにインスパイアされたラフシモンズとのコラボレーション、まあ、毎回そうなんですけど、ロンドンの伝説的なライブハウス、100クラブ、で、誕生したサブカルチャーをリスペクトし、クラシカルな、フレッド・ペリーの作品に、彼のオリジナルコレクションのデザインソースでもある80年代初頭のロンドンのナイトライフをイメージした装飾をミックスして、再解釈した、コレクションとなっております。はい、ではザクザクっと紹介していきましょうかね。はい、まずこちら、はい、パッチドジップ、スプリットフーディー、はい、値段が、税込みで4万1800円になります。はい、で、生地はコットン 100% になっております。はい、はい、コラボレーションから誕生したジップスルーのスウェットシャツ、はい、ラフシモンズのシグネチャーであるオーバーサイズフィットの1枚はフリースの裏、起毛に加え2つの異なる色を、使ったスプリットカラーデザインを採用しました。チェスト部分の、取り外し可能なフォトパッチは、ラッカー仕上げしたローレルリースと RS ピンで留められています、ということです。はい、まずスプリットカラーです。はい、ツートンになってます。生地の切り替えになってます。はい、はい、でジップアップでしょ。はい、で、普通に、カンガルーポケットでしょ。はい、でこれ、フォトプリントのパッチというか、まあ、布ですねが、よいしょ、フレッド・ペリーのこのピンでザクッとぶっ刺して、止めてあります。はい、どうでしょうか。はい、で裏地は、パイルですね。はい、パイルになっております。はい、はい、次に T シャツですね。はい、スプリット T シャツ、18,700円、税込みでございます。コットン 100% です。はい、先ほどのパーカーと同じくスプリットカラーです。生地切り替えになってます。白 と、黒の、生地切り替えです。こう縫い目がバーッと入ってます。はい、で、後ろはこんな感じです。無地です。はい、で、胸に、フレッド・ペリーのピンが、突き刺さっております。上が、フレッド・ペリーのリーフで、下に RS でラフシモンズの RS が入っております。はい、で、左袖に、ラフシモンズの、刺繍が施されております。はい、はい、こちらの T シャツは以上。はい、T シャツです。はい、オーバーサイズのプリンテッド、パッチ T シャツ、はい、税込みで 23,100 円になります。はい、ラフシモンズがシグニチャーである、オーバーサイズフィットで、クルーネックの、コットン T シャツを、再解釈。はい、ショルダーには2つのプリントパッチを縫い合わせ、またチェストには、ローレルリースのメタルバッジを、あしらい仕上げました、ということで、生地はコットン 100% で、ここに、布のパッチがこう縫い付けられております。はい、で縫い付けられてて、この一番端っこは切りっぱなしになってるんで、巻き込んでないので、生地がポロポロポロと、ほつれというか、まあ、出てきます。はい、はい、で片側チェッカーフラッグで、こちらが人物ですね。はい、で、これですね、メタルの、フレッド・ペリーのリースがついております。はい、はい、で、左袖にちょっと見にくいですけれど、同色で、ラフシモンズの刺繍
が入っております。はい、で後ろは無地になります。はい、はい、続いてこちら、オーバーサイズのプリンテッドポロシャツ、はい、値段が、27,500円、税込みでございます。はい、説明読みますね。ブレッドペリーのポロシャツを、ラフシモンズが新たにデザイン。オーバーサイズフィットの1枚は、バッグに縫い合わせては、縫い合わされた、フォトパッチが、特徴です。こちらですね。こうなってます。はい。ブレッドペリーのシグネチャーでもある、カノコ素材を使用し、チェスト部分にはローレルリーフの、メタルバッジをあしらいました。ということです。はい。生地がね、コットン 100% の、カノコです。はい、ポロシャツで分かりますよね、ポコポコした、カノコ生地になってます。はい、で襟はリブっぽい感じで、これがメタルのローレルリースがついておりまして、後ろですね、後ろが人物の、プリントが施された布が貼られております。先ほどの T シャツと同じく切りっぱなしになっておりますので、ボケボケボケと、糸が、出てくる仕様となっております。はい、あ、ちょっと見にくいですけど、このローレルリースの下に、ラフシモンズの刺繍が入っております。はい、シルエットはオーバーサイズシルエットとなっております。続いてこちら、はい、RS ショートスリーブ、チェッカーボード、シャツ、値段が税込みで 38,500円になっております。はい、はい、説明読みます。コラボレーションから誕生した、ショートスリーブシャツ、ラフシモンズのシグニチャーであるオーバーサイズフィットの1枚は、コート加工をしたコットンブレンド素材を使用しております。チェッカーボード、プリントの、パネルが特徴で、コレクションを、象徴するラッカー仕上げしたローレルリースと、RS ピンを、チェストにあしらい仕上げましたということでございます。はい、生地は、コットン 68% の、ポリアミド、32% で、光沢仕上げとなっております。はい、チェッカーボード、左のここのチェッカーボードってなっております。これあの布が貼ってあるんじゃなくて、ちゃんと切り替えになってます。はい、この部分だけ切り替えになってます。はい、で、ここにローレルリースのピンが貼って、ぶっ刺してぶっ刺してというか、まあホールがあってそこに刺してあります。はい、はい、で、シルエットオーバー、結構かなりでかいオーバーシルエットです。はい、で左袖に、刺繍で、フレッドペリーのローレルと、ラフシモンズの、ロゴが入っております。はい、後ろは、無地になっております。はい、で色は今のブラックとピンクになっております。ピンクは、このピンが、黒色になってます。はい、はい、あ、で、左袖のここも同色のピンクになっております。はい、以上かな。はい、はい、あ、同じく後ろは無地です。はい、はい、最後こちら、オーバーサイズドパッチド、LS シャツ、はい、値段が税込みで 38,500円です。はい、説明読みます。はい、コラボレーションから誕生した、ロングスリーブシャツ、ラフシモンズの、シグニチャーでもある、オーバーサイズフィットの1枚は張りのあるコットンポプリン素材を使用しています。チェストとスリーブには、フォトグラフィックプリントのパッチを縫い合わせ、仕上げましたということです。はい、生地は、コットン 100% になっております。はい、で、ロングスリーブシャツでしょ、シルエットオーバーサイズです。はい、まず、胸に、ラフシモンズと、フレッドペリーの刺繍でしょ、でチェッカーフラッグの、ワッペンですね、これワッペンが貼られております。はい、で、右脇下
に、人物のカラーというカラーではないですけど、まあ、カラーバージョンの人物の写真ですね。はい。で、左袖に、女性かな、女性の、フォトプリントの、ワッペン、まあ、布ワッペンが貼られております。これは、切りっぱなしになってます。糸がボケボケと出てきます。はい、こちらも、切りっぱなしになってるんで糸がボケボケと出てくる仕様になっております。はい、後ろは無地です。はい、では、1個ずつ着用してみたいと思います。じゃあまず、これとこれ、まず T シャツから着てみたいと思います。はい、いかがでしょう。身長168センチの体重が今6キロで、L サイズを着用しております。はい、どうでしょう。こんな感じです。はい、続いてこちら着てみます。はい、身長168センチの体重が56キロで、M サイズを着用しております。ちょっと前止めます。一つ言い忘れましたが、こちらのパーカー、こういう部分ちょっとこういう見えますか、このこういう部分切りっぱなしになってます。はい、着ていると、あ、もう最初からちょっとボケボケしてるのか、こういうとことか、あの、切りっぱなしになってます。はい、あとポケットのこの部分とかもボケボケっと糸が出てきてます。はい、はい、どうでしょう。止めてみました。はい、M サイズ、あ、身長168センチ、体重が56キロで、M サイズでございます。はい。はい。続いてじゃあ先に、ポロシャツ、着てみます。はい、いかがでしょう。身長168センチの体重が56キロで、M サイズを着用しております。オーバーサイズシルエットになります。はい、で、オーバーサイズ、こう、あの、身幅結構広いんですけど、この、袖口、あの、まあまあ狭いです。はい、うん、はい、だから、なんていうのかな、なんかオーバーサイズだけど、なんか綺麗に着れちゃうというか、だらしなくないというか、そんな感じの、ポロシャツとなっております。はい、はい、次こちら。はい、身長168センチの体重が56キロで、 L サイズを着用しております。これ肩に結構しっかりした、シャツ生地みたいなパリッとした生地ついてるので、肩幅が結構広く見えます。はい、あの、貧弱な人でもこうごつく見えます。はい、続いて、上からこれ羽織ってみます。はい、身長168センチの体重が56キロで、 M サイズを着用しております。今開けた状態なんでちょっとシルエット分かりにくいかと思いますが、かなりオーバーサイズな、シルエットとなっております。はい、通常のラフシモンズの、オーバーシャツみたいな感覚だと思ってください。じゃあ前で見てみます。生地は結構薄手で、着やすい、すごい着やすい、柔らかくて着やすいです。あの、ブロードシャツとなっております。非常に使い勝手のいいシャツだと思います。真夏でも着れると思います。これだったらひらひらしてる。
涼しいと思います。はい、はい、サインも、黒着てピンク着て終わりたいと思います。はい、どうでしょう。身長168センチの体重が、56キロで、こちらも M サイズを着用しております。はい、だいぶ大きめです。はい、で、生地がかなり、コットンポリアミドかな、なので、かなり、シャリッとしたバリッとした生地を使っております。はい、ちょっと前と見てみます。パン、はい、どうでしょう。かなりでかいので、すごい動きやすいです。はい、はい、M サイズです。最後ピンクいきます。はい、ピンクです。はい、これが最後です。一応半袖なんですが、ビッグサイズなので、だいたい6分ぐらいいきます。だから、の羽織物にも使えますし、もちろん真夏にも、着ていただけるとかなり、楽っすね、これかなり、で、フレッド・ペリーとラフシモンズのコラボは、ラフシモンズのオリジナルよりも、値段が、お手頃なので、ラフシモンズ、買いたいけど、ちょっと手が出ないっていう方に、かなりおすすめでございます。はい、はい、パターンはラフシモンズなので、はい、うん、はい、以上、いかがでしたでしょうか。以上、今日は、ラフシモンズとフレッド・ペリーのコラボレーションアイテムを、ご紹介させていただきました。ではバイバイ。